涙の黒詐二25年アキレンドラ主演報道のナンバーアンダーライン愛平野賞俳優三年封印反発の裏側と TBS で復帰の必然7月7日ナンバーアンダーライン愛の平野二27が滝沢秀明氏42のエンターテインメント会社戸部に張って1周年を迎えた平野は23年10月に神宮寺雄太 26ガンユータ28とナンバーアンダーライン愛を結成してからというもの仕事は絶好調。7月10日に M データが発表した2024年上半期のテレビ CM 急上昇ランキングではお笑いコミチョコレートプラネットと同率1位5社でランクイン。本業であるアーティスト活動では 5月27日にナンバーアンダーラインアイが発表した平野プロデュース曲ボンが YouTube チャンネルで3398万再生を突破7月15日7時現在しているそんなアーティストとして順風満帆な平野に22年10月クールの主演連続ドラマクロサギ TBS 系以来3年ぶりとなる俳優業の話も聞こえてきていて平野さんサイドが 来年25年10月クールの TBS ドラマに逆オファーをかけたこと。吉高由里子さん35主演の最愛21年10月期の脚本プロデューサーが手掛ける作品だと7月11日発売の女性セブン小学館に報じられました。平野さんは俳優としても高く評価されており、ファンも TBS も嬉しい話でしょうが。 逆オファーという点は、平野さんの退所までの経緯を考えると、少々驚きですね。ワイドショー関係者。平野、岸、神宮寺が23年5月にキングプリンスを脱退し、旧ジャニーズ事務所からも退所、岸のみ9月末退所した理由は、当時社長でプロデューサー的立場だった藤島ジュリー稽古氏ール5との方向性の違いが大きな理由の一つだと言われている。 ジュリー氏は国内のドラマや映画など、所属タレントに映像関連の仕事に注力するよう方針を掲げていたが、平野さんはアーティスト活動をメイン行いたくて、反発する形になった。当時は今はもうドラマはやりたくないと周囲に話していたと聞こえてきています。ドラマ出演が嫌ということではなく、ジュリー氏の方針に従いたくないというところが強かったのかもしれませんが、 ただ実際、ナンバーアンダーライン愛として再始動してからのテレビ出演は音楽番組が中心で、音楽要素がないバラエティ番組などには出演していませんよね。全道金プリに残留した長瀬連25、と高橋海と25、はアイドル活動と並行して毎週バラエティ番組、筋トレ、日本テレビ系、で活躍しつつ、4月クールは高橋が、 95テレビ東京系長瀬が東京タワーテレビ朝日系で連ドラ主演を埋めたばかり。当時の事務所としては、平野らもこういった方法で売り出していきたかったと思われる。2023年4月クールに放送された連続ドラマ、ドクター、チョコレート、日本テレビ系の主演も、当初は坂口健太郎32ではなく平野を想定し事務所が取ってきた仕事。 と報じられたこともありましたね。全室のワイドショー関係者。そんな平野の演技力は高く評価されていて、クロサギ22年10月では主演団優勝を日刊スポーツドラマグランプリ秋ドラマ、日刊スポーツドラマグランプリ、年間テレビステーションドラマ大賞2022、ザ・テレビジョンドラマアカデミー、4つのグランプリで受賞している。それだけに、 平野の俳優業復活に期待するファンは多い。俳優平野翔もいつかはまた見てみたいな。今は15秒30秒の中 CM で光り輝く将軍の演技を見れることの嬉しさをかみしめながら、その短い時間が一瞬だけど、テレビに映る俳優の平野翔を堪能したいと思う。いろいろ忙しいだろうけど、俳優平野翔から入った人間なので、 翔君の演技もまた見たいな。平野の演技は、クロサギに親代わりで復讐相手という複雑な役柄で共演したベテラン俳優、三浦智和、72からも再共演を期待するコメントが残っているほど、平野君とはまたどこかで会うような気がして仕方ないです。本当に素敵な俳優さんでしたし、一緒に共演できたことがとても良い思い出にもなりました。 三浦のクランクアップ時のコメント。超一流俳優の三浦さんに再共演を楽しみにさせる。平野さんの役者としての高い実力を感じさせます。黒鷺は作品としてもクオリティが認められていて、日韓スポーツドラマグランプリ年間の作品賞を受賞しています。そして、その黒ギを制作した TBS は、平野さんの出世作、花のち晴れ。 花をネクストシーズン18年4月期の曲でもありますし、何よりも現在、ドラマの TBS と評されるほど、業界内の信頼も厚い。独立後に、アーティスト活動に絞って活動してきた平野さんがもう一度俳優としても、活動したいとなったら、信頼関係が構築されていて、クオリティナンバーワンの TBS を選ぶのは必然ではないでしょうか。 ドラマ出演報道に対して一部からは、海外に行くために金プリをやめたのではなかったか、といった厳しい声も上がっていますが、もちろん、目標のグループでの海外進出を一番において、スケジュールが組まれていると思われますが、芸能プロ関係者、平野が美しい涙を流すシーンや、ひょうひょうとした笑顔で悪人をはめるシーンなど、多くの見どころがあった、黒ロから3年、 俳優、平野翔の新たな顔に期待したい。平野演じる詐欺師、黒崎の涙は再生時間20秒より。翔君の涙、刺さるな、ドラマとはいえ、黒崎、平野の涙は辛い。といった声が多く寄せられている。